皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。今日はですね、ご紹介したいものがありまして動画を撮っております。それは何かと言いますと、じゃん、こちらのお粘ドールという名前のドールでございます。粘土で作ってある、まあ私なんですけどね。なんでちょっと頑張ってお揃いの格好をしてみました。いかがでしょうか。はい、こちらですね、かなりよくこうじゃじゃんできておりまして、こんな感じで、あ、ちなみに私の背中には羽はないですけれどもね、羽とかもつけていただいて、ちょうどこの依頼したハットもつけてみて、動画を撮っております。ですね、こちらの方は豊橋のセミナーでお会いしたお粘ドール作家のお姉様の加藤直美さんに作っていただきました。ありがとうございます。豊橋でいろんな方 のこちらのね、お粘土を作っていて、皆さんのはなんかコップの鉢とかに座れるようなタイプみたいなんですけど、ちょっと私はこのストライプのね、これを一緒な感じにしたかったんで、座っちゃうとあんまりそれがよく見えないかなと思って立ち絵にしていただきました。じゃん。はい、でこの持ってるやつは、まあ、差し棒なんですけれども、もともと持ってたワンド、ハリー・ポッターのワンドとかあるじゃないですか、あれみたいな感じでパンで作ったのを持ってたんで、まあ、こういう色で作ってもらったんですけど、そちらの方がちょっと劣化してしまいまして、先日廃棄してしまったんですね。それで、まあ、イメージ的には、まあ、他にも持ってるワンドがじゃんこんな感じがあるので、イメージとしてはこんな感じでしょうかね。はい、差し棒的にはこれアクアオーラっていう私のお気に入りのブルーの水晶なんですけどね、これもワンドでございます。綺麗でしょアクアオーラのジオードって言って、このキラキラしてるのもあって、まあ差し棒にも使えますし、あとリーディングとかにも使えるんですけども、まあこんな感じで、はい、整っております。で、まあこちらね、見ていただくと分かるように、まあ、立体でね作ってありますので、まあ、羽は女神とか、まあ、天使とかそんなことをイメージしたんでちょっとねつけてもらったんですけれども、これがね一番大変だったみたいです。これこのなんかね、ひだを出すのが結構大変だったらしいですよ。はい、まあでもね、よく作っていただいて、これからセミナーとかでも登場してくる可能性が高いと思いますので、見つけたら、ああこれなんだって。ただセミナーのたびにこの格好っていうのはちょっと厳しいので、夏はやりますけど、ちなみに今この動画撮ってるの冬ですから、部屋超あったかくしてこれ撮っておりますけれどもね。はい、ぜひお粘ドール、ご自身の分身として撮ってみたい方は加藤さんにお願いしてみてください。全部ね手作りなんで、私特に注文とかしたんで結構長かったよね。3ヶ月ぐらいって言われたけど5ヶ月ぐらいかかって手元に来た感じで、ご本人様もなんか結構長く手元に置いてたんで愛着がっていうことで、世界に一体の、はい、お粘ドールでございます。ということで、高橋貴子からのご紹介でございました。加藤さん、ありがとうございました。それでは。